ちょっと空いたねクリーサーの名前しか分かんない本名出せないっけ。これは面白い、これはすごいな。新宿2丁目ユーマーチャンネルそれぞれ。さあ今回はゲストの方ご一緒です。自己紹介お願いします。はい、新宿2丁目でメロというゲイバーをやっております、ケイゴと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、まあ、このケイゴマークと何を話そうかなと思った時に、あのこのメロさん、新宿2丁目のゲイバーたくさんある中でもここはメロはもう基本、はい、ゲイの方、ゲイの方オンリーのお店ということでございましてですね、ゲイフォーゲイな感じでゲイフォーゲイな感じで適当すぎる、はい、ですから、はい、そんなゲイゴのこのメロさんならではのと言いますか、ゲイバー、メンズオンリーゲイバーあるあるをお届けします。まあ、うちなんかノンケのさんも結構来ますから、うん、また違うこのねメンズオンリーのあるあるをお届けしようかと思いますが、はい、ほんまに出会いの場って感じになるやん。そうですね、もうゲイの方ばっかなんでね。そうなんだよね。もう早速言っていい？あのメンズオンリーゲイバーあるある、まずこちら、はい、まあ飲んでるとしてこうカウンターで、うんうん、でこちらにドアがあるやん、うんうん、カランカランとか入ってくるやん、はいはいはい、そしたらカウンターのゲイが一斉にパッと飛び乗ってるもうこれはもうベターやけど、あんまりミックスバーではそんなないから。ないですね、やっぱりちょっと ね気になるんですよね、みんなね、お酒入ってるし、そう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 、求めてるし、わあどんなイケメン来たんかなとか、そうそうそう、結構緊張するもん、メンズオンリーのゲイバー入るときって、意識してます、しますね、入るときもさしますね、なんかワクワク、うん、どんなイケメン中におんねやろうとか、うん、期待値がありますかね、中どうなってるだろうって期待があるんでね。そうだね、あとなんかこう、まあ、うちは違うんですけど、他のもっと出会いに特化したバーとかだと、はい、メンズオンリーのバーで、そうメンズオンリーで出会いに特化したバーとかは、うん、結構カウンターの向かい側が鏡になってたりして、うん、そうするとこう隣とかそのまた隣の人をこうしなくてもこう見えるそれに似通ったりと昔さ、うん、今でも絶対あると思うけど、うんうんうん、昔行ってたメンズオンリーのゲイバーで2丁目で、うん、コースター置くやん、はいはいはい、このコースターが私たち猫リバーとかがあるんです、ポジション、はい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 、でね、やっぱこう話してて、うん、あの子かわいいなと思って、僕たちやってそうやかわいいなと思っても、うん、猫かなと思って身がタッチだったりとか、うん、そこでうまいこといかない場合って結構あるんだよ、うん、僕たちって男役同士とか、うん、そこをお店の駅の計らいで分かりやすいようにこのコースターをタッチの人青とか、はい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 、はい、ね、猫は赤とかありますね、リバー両方できる人は緑とか、あえてコースターで合図してね、そう、ほんで常連になっていったら、うん、もう僕が仮にリバヤとかやったらもう勝手に緑を置いてくれたりとか、うんうん、初めての人やったら、うん、どっちたち猫なんかこうみんなの前で発表するときドキドキさ、確かにね、若い時猫めっちゃやってたから、うん、なんかえどっちって言ったら、え猫ですって言われて、なんか猫なんてみんな一瞬のはね、こう耳を傾けますからね。そうこれはね、もう実際によくある話なんですけど、常連さんが飲みに来て、はい、とある日に可愛い若い男の子とか連れて飲みに来るじゃないですか、ええええ、でその時も普通にもういつも通り話して、うん、でそれでまたね次の日にまた来たりするんですよね、二人で、あの別の人と、あそれどっちが来るの、普通のうちの常連さんが別の子を連れてきたりする時があって、なるほどね、そういう時は私も親って思うからとりあえずゆっくり様子見ながら、あいらっしゃいあんまりこうあ昨日のありがとうとかそういう感じじゃない、ダメダメダメ、それダメね、ゆっくりいらっしゃいなって、うん、どう来るかなって思って、うん、なんかあそれでいいかななんて言って出しながらなんか乾杯とかする頃に、うん、ケイゴさん久しぶりって言うから、あちょっと空いたねってなんていうのかこの野郎って思いながら後でビールよこせって思ってゲイの人があの男の子若い子で連れてきて、ほんでまた次の人来るパターンあるやん、ケイゴが言った通り、うんうん、2日連続とかなっても気づいてもそこは久しぶりとかプラス、えいつも大概一人で来るの珍しいのとかいう返しを急にガラッと切り替えてあげたりとかする、これは男女の人にも結構使える、こういうのもいろいろ考えるよね、あもうお勉強になります、いや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 一回それで、うん、普段クイーンさんでこう綺麗に着飾ってる方が、はい、女装される方ってことね、女装家さん、うん、いつもはその女装でこの2丁目界隈に現れる方が、うん、すっぴんバージョンでうちの常連さんと一緒に来た時があって、なるほど、
これはなんだってさすがに緊張してどうしよう。でもどうやらそのうちの常連さんが先に入店してきたので、まあ、多分このこっちがリードなんだなと思って、そうそう、おいらっしゃいなんて言いながら、どうしようって思いながらもこのリードの方も、ボトル一緒でいいよねみたいな、ただこっちのボトル出しちゃうとクイーンさんバレちゃうから、そうで、なんか様子的にも絶対バレてなさそうだったからどうしようと思って、とりあえずもう頭の中で、本人何だったっけって思いながら、もうクリーンさんの名前しか分かんない本名何だっけって思いながら、ずっとこうやってもやもやしながら、あ、ねえ、うんとか言って、なんか芸名で呼んだあかん、芸名で呼んだあかん、行けないから名前を呼ぶのを避けながらずっとそう皆さんのお手伝いがトイレ行った瞬間、削ってませんやんか、そうそう、名前本名何でしたかみたいな、街のならではやな、ジョゾンさんが来たりとか、いやこれはメンズオンリーゲーバーあるあるやな。だってやっぱ最近の出会いもさ、アプリとかあって出会い系のね、盛んな、時期の、まあコロナとか全然なる前なんですけど、早い時間、結構早い、あのもう夜のだから8時9時ぐらいの時に、あの男の子が2人ポンと、今日、あ、多分これ絶対今日初リアルだわみたいな、なるほど、リアルしてさっきアプリでね、そうそう、ご飯でも食べて飲みに来たかなって感じの2人来て、あ、でも多分これちょっとね、あんま盛り上がってなくて、これ多分ちょっとうまくいかないなって思って、勝手なね、予想でね、で、まあそこ2人去って帰って、で、またうちもぐるぐる回り、で、ちょっと遅い時間に常連さんが来てくれたんですよ、何飲むなんて聞いたら、今日リアルだったんだよね、リアルしてきたんだよねって、で、本当はね、こうメロウにも連れてきたかったんだけど、なんかその子がね、メロウ行くのは嫌だって言うのって、え誰と思って、そんなことあると思って、で、なんかこのお客さんがなんかメロウでしでかした人なのかなみたいな、なんか仲悪いのかなとか言って、でさ、ここが怖いところね、アプリの時代だから画面が画像があるからさ、そうだ、その子の顔写真とかそれで、この子なんだけどって見せてくれたのが、あのさっき早い時間にリアルで来た子だそれはやだよね、わかると思ってそれは来れないよね、ダブルブッキングかいみたいな仕事かともう小回りで入れてんのかなるほどね、あーすごいと思った、メロウは嫌だって言ったんだ、そう、これはね気まずいですけど、まあ、逆に持ってんな、その子もすごい面白い、スタロード見てあのにメロウ行こう言われてさっき行ってきたいう言われへんし、言えないよね、まさかね、リアルする相手にさっきもリアルしてたとは言えないからさいやこれ面白いと思って、いやゲーバー、メンズオンリーゲーバーあるわけですねびっくりしました、これは面白い、これはすごいなこんなで、ね、いろいろとお届けさせていただきましたが、もしあの見てらっしゃる芸の方とかでもこんなゲーバーあるあるあったよ、体験したよとかありましたら、ぜひともコメントの方に書き込んでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回は新宿2丁目のゲーバーメロウさんの敬語ママとメンズオンリーゲーバーあるあるお届けさせていただきました。敬語どうもありがとうございました。ありがとうございます。ではまた、バイバーイ。いいねボタン、チャンネル登録お願いします。